にやってきたのがあのバルドルだったなんてね。アース親族のバルドルだよ。しかも父上勝っちゃったし。そうだ、オーディンの息子でトールの兄弟、僕たちのことを探してる。どうしてこんな。生き返った首に聞けばいい。わかった。はい、というわけでどうも皆さんこんにちは。本当に巨人がいたらいいなって思ってた。ちょっとアトリウスさん、残った蛇は最後の巨人なのかも。今私喋ろうとしてるとこなんで、ちょっとだからあんまり話したがらない。種族だと。その家族のこと、ここに来る前どこにいたの？父上の家族は？その時が来たら教える。わかった。ちょっと黙っ、はい、というわけで、改めまして、高2でございます。今日もゴッドオブを続きからやっていきます。で、この起動してね、中入ったところからスタートさせていただいております。で、早速こちらくぐってね、行きたいと思い、あれ、くぐるだけじゃダメか、押すんだね。はい、寄ってきました。ブロックのところですね。こっちは休憩中だ。てめえも島の毛いじってっ時にわめかれたら頭にくんだろ。放っておけ。まったく、もう押せ。興ざめしちまった。仕方ねえからこっち来な。腹は減っておらん？うん、食ってけとは言ってねえ。なんだよ、シンドリと会ったよ。そりゃめでてえな。どうせまたあいつに俺の斧をあれこれいじらしちまったんだろ。じゃあねえ、見せてみろ。お願いします。あののどちんこ野郎、相変わらず重さとバランスの調整がまるでなってねえな。あいつ食えてんのか？多分ね。そうか、できたぜ。何や、え、他に用あんのか？え、シンドルや時々仕事にのめり込んで食うことも忘れちまうんだ。そうだ、飯だと思っても結局作らなかったりする。どうやら俺には二人分の胃袋と脳みそがあるらしいな。会いたいの？え、あのクズにか？冗談よせ。でもだって。おい、もういいか、そろそろ集中してんだ。休憩しすぎちまったからな。仕込んでるブツを仕上げるには奴が必要なんだ。頭を使えばすぐ見つかるんだろう。そうだ、あの動物はどこ？動物だ。ああ、あいつか。ちょうどさっき飯にして食ったとこ。どうしてそんなこと？どうしてって、父が出なくなった。友達でしょ？なら俺が待って喜ぶさ。わいとりつけ、優しい。少し頭を冷やしたらどうだ。そんじゃまたな。おう。というわけで、前回の予告通りね、魔女の家行かずにサブクエの方ちょっと進めてえと思っております。ここから多分ね、行けそうな雰囲気があるんでございますよね。どれだ、これかな、これですね。引き渡された魂。あ、これか、これかな。メインクエスト、ハブニーの宝物庫。あれ、なんか家の周りがこうなんか囲われてるっすね。これ入れねえってことっすかね。まあ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 、いいとし、あれ、こっちもなんか出てる。移動できないってだけですね。よっしゃ、じゃあベルント鉱山に行ってみましょう。え、入る、入りたいんだけど、どうやって入るのこれ。四角、あ、ちょどうやって入るの、どうすればいいの。ベルント鉱山に入るでいけないんですかこれ。いけないのこれ。 L R 丸四角、あれ、え、歩いてけってこと？そういうこと？
なんだ、めんどくせえですね、これはね。非常にめんどくせえですね、ちょっと。魔女の家への道はどこだ？船で行くんだよ。ベルンド鉱山は、あれ、反対側ってこと？これ。魔女の家には戻らないの？うるせえ。鉱山に行きたいんじゃ。船で行きゃいいってことっすか。はいはい。で、鉱山。魔女の家までの道を覚えているか？あっち、トール像の裏だよ。そっか、こっちってことだな、じゃあ。ちょっと考えますぜ。母上ともこんな旅に出たかったな。母上も戦えたんだよね。ああ、戦う姿は美しかった。ここら辺のことかな。クシェリフ県ブレンドコーザ。おお、ここだね。とりあえず降りれる、これ降りれねえ。オッケーオッケー。なるほど。なかなかめんどくせえ仕組みになっておりますな。とりあえずあれ落とします。あれ？大丈夫？あ、大丈夫ですね。よしよし。と、筋力キャラありがたいですね。よし、とりあえず上に行くしかないということでございますね。お、地味に。はいはいはい、金のかけら。鉱山通話になんか汚ねえだけのところはね。おい、来てっか。あ、よかった。よいよい、アイテムじゃねえ。騙されたー。こっちだ。行くぞ。お、お、開けちゃおう。言語版かなこれ。ちげえわ。読める？面白い。ちょっと説明くれよ。面白い。面白いだけじゃなくて説明くださいよ、おじさんにもさ。もっとちょっと上にあったよ。はい。ほい。久しくカラスを見てない気がしますな。カラスどっかにいねえかな、カラス。ワカメかなんか下がってんのかね。敵が全然いないね、敵が。意外と言ったらすぐ終わっちゃう感じかね？どうかね？お、おめえにビビってアンドバリが逃げたんじゃねえか？あれ？ブロック？すぐに仕上げてやるからな。ブロックだよね。お前何してんねん、さっきからさ。クラフトじゃなくてちょっとレードでしょうか、しょうがないじゃん。やつとか、ああちょっとアップグレードできますね。あー、防具パブしとくか。やつアップグレードしとくか。よし。これでしょ。はい、どうやり。はい、どうも。伏せろ、伏せろとか言うなよ。もう悲しいこと言うな。何これ。何
ちょっと今しれっとさ差し込んだけど、それなんだっけ、全然記憶ないんだけど。ちょい待ち、読んで読んで、これ読め。死の山って書いてある。マジか、怖えな。ロックさん行ってくれよ、あんたの依頼のあったところへよ。よっしゃ行くぞ。それでお友達は緑の指輪をつけてて、ドワーフなんだっけ。勝手に探せ、私は旅の物資を集める。探さないの。ああ。なんで。活用を引き受ける義理はない。ああ。活用を引き受ける義理はないと言っておりますが、引き受けてっかんね、ごめんね。ドワーフだけど指輪をつけてない、仲間かな。焦げ跡だ。床と壁を見てみる。他を探そうよ。一緒に。分かった。一人で探す。これドア。ああ。まあよかろう。まあ、体力全開だからな。悪いけど。ぶら下がってんの？刺されてる。敵は、ああ、敵は全然いないね。敵ないじゃん。これまだ早いか。何かに使えそうだね。どうした？おお。ソウルイーターだ。もしやられたら大変だよ。バルハラにも。冥界にも行けなくなる。え、イニシエの民のなんちゃら。敵はない。あれ、母上は危ないって言ってたのに。ならば気を緩める、行くぞ。普通に行っちゃったね。一回降り、一回降りるか。ドラグ左だ。ナイスナイス。よいしょ。松崎。倒れてろ。ちょっとドラゴン湧いてきてるね。やめてよ。なんかすげえ湧いてくるな。ちょっと待って。マジで湧いてきてるな。あ、ボタンを間違っちゃうんでね。ちょっと待って。ダメだよ。ダメだよ。お父さんダメだよ。よっしょ。え、ちょっと待って、どこに行った？どこに行った？気をつける、気をつける。あ、ちょっと。ごめん。ちょっと無理に攻めすぎちゃった。よいしょ。敵が逃げてきてる。よいしょ。よいしょ。どこ行った。撃ってくれ、頼む。
ちゃうねん、ちゃうねん。飛んでるやつ撃ってもらいたいんですよ、どちらかというと。よいしょ。金のかけらをゲット。よし。そしたらこれ普通に落としちゃっていいのかな。落としてみるか。はい。上のそこのさ、ここ行けるよね、明らかにね。あ、なんだ。なんだ。ここだけか。銀のかけらは非常にありがたいと。よっしゃ、降りるぞ。行くぜ。やるぞ。え。どこそっちにいいの？こっちじゃないの？デベラントだね。いや準備できた。上登って気にしちゃえ。そんなとこや。上登って気にしちゃいって。ちょっと。なんだあいつは。それを回復。アイテム回収。あ、そこにあるね。はい。いっぱいぶっ壊せとかな。なかなかめんどくさい作りしてんぞ。あ、カラスが脅威する。いないのかな。はい、アイテム回収。いただきます。指輪なし。この調子だとブロックの友達はもう。ナイス。いいよ。もうオッケー、いいじゃん。なんかちょうだい。なにこれ。はい、ウロコするね。はい。おい。はい。何これ。ねえ、また宝の地図。カラス鳴いてるからカラス進むんだけど、何かな。ちょっと見当たらないっすね。はい。ああ、なるほどね。こういうのもあるってことか。よいしょ、アイテム回収しよう。それ、ちょうだい。いただきます。で、上のボルト。じゃあ、先普通に進んでいきましょうか。あったね。はい。ダメ。ここには。どこだ？
だ、どこだ、あれ宝箱じゃなくて、あれなんかちょっと面白そうじゃない、あれ崩した、おー、あと1個あんのか、さてさてどこにあるのやら、ん NNN、 この辺もまたあれだね、そのうちぶら下がっ、まあいいや、よしというとこっちでぶち越してみましょうか、ぶち越せるのかな、するよね、あれ、あと1個はちょっと見当たらんで、なんだろうね、この空間にありそうな気がする、ああ、あそこにあんじゃん、なんだよ、あのちぎれた手ソウルイーターにくっついてる、何あれ、アンドバリは残念だったね、ブロックに伝えに行こう、戦ったりしないよね、いいや、戦う、戦うんかい、お前が恐れているからだ、戦うん、ちょっとちょっと、ま、戦う前にさ、あの封印されてたとこ開けようぜ、ちょい2つずつじゃないな、これ頭潰すパターンか、はい、おやすみなさい、よいしょ、任せてくれ、よいしょ、ライフの皮、あれあんまし、誰、そんなことだったんで、よいしょ、最後じゃないやん、いないいないいない、ちょちょやるね、よいしょ、はい、終わりかな、役に立ったよね、見込みはある、見込み、辛口やなお父さん、
早くしよう。よし来たでー。よし行ったろ。オープンザドア。戦って倒すんだ。集中力を切らすな。わかった。まあいいや、カラス潰しとこう。とりあえず戦って倒すんだ。引きまいていくけど。なるほど。じゃあちょっと先制攻撃しちゃう。この辺とかぶち壊しちゃってみようかな。なんか練習してぶつける。なんかまあいいか。行くぞ。音を立てるな。ゆっくり動くんだ。光じゃん。これぶつけたら行っちゃう。こっちはこっち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 。いいよ。そっか。もうちょい来てくれない。よいしょ。どう。ダメだね。非常にありがたい仕組みですね。あ、やられた。あ、マジか。めんどくせえなこいつ。ここで一人にしないで。はい。おお、いいっすか。いただきます。ほらほらほら。よいしょ。はいはいはい。はい、もう一回振り付けたい。あー、ダメだったー。はい、はい、はい、お帰り。もう終わりでしょ、これで。ほら、ほら、ほら、走りなさい。
きたい。おいおい、ナイス。本当にやったね。当然だ。自分の力を信じろ。ありがとう。じゃあ指輪を調べてみよう。任せた。ふう、回収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 。なんだこれ。炎のマイン。ああ、これはありがたいね。エピック。緑の指輪、ドワーフの印。お友達だ。体はどこだろう。灰になっているだろう。ボルイーターの仕業だ。これはブロックに届けよう。わかった。何をやってるかな。アイストロールの怒り。おお、すごいね。とりあえず今のままでいいか。あ、ここ開かないんだ。なるほどね。任せる。お願いします。さあ、鎖を早く下ろしてくれたまえ。ほら坊や、鎖を下ろしてくれ、鎖を下ろしてくれ坊や、鎖を。もうもったいぶるんだから、そんなに一緒に行きたくないんか。何もないでしょ。しないですね。よしよしよし。何と書いてある。わかった。走り書きされてる。綴りはイージームステイニー。知らない言葉だ。それなら青いやつに聞く。興味が湧いたの？錬金術師を見つけた。見返りをもらうだけだ。まあそうやな。こいつ行くで。何かよ。はい、おやすみ。あ、まだおるんか。やめてくれよ、ドラゴンさんよ。よいしょ。はい、おやすみなさい。倒したね。ふう、これどっち行けばいいの。かすり傷一つない。やるじゃん。はい、合ってるこれで。しょうがないっしょ。まだしょうがないっしょ。はい、でこれを回収。ああ、でこれが落ちるわけね。最初の戻ってきちゃったわけだ。ん？となるとちょっと待ち？行ってないとこあるでしょう。
ちの反対側よ。あ？もう、いけないの？ちょっと、それはずるくないかい？あっちが飛びたいんだけど。ダメだ。フルフルフルロック。ちょっと見てきますんで、ちょっとお待ちください。またカット編集入れますんでね。適宜。オッケー。うん。謎解きは終わりだ。そこ行くぞ。さあ、行こう。もうやってられませんよ。ちょっと長くやっちゃったからね。さっさと緑の人に返して行っちゃおうぜ。ほい。ほい。よいしょ。ほい、体力全開。ヘロー。緑の人。なんかあったか？錬金術師だ。ごめんブロック、手しかなかった。指輪はあったよ。ソウルイーターがいたんだ。多分炎にやられたんだと思う。そんでおめえらどうせ見返りが目当てなんだろ。当然だ。何が当然だ、ミオニフアクシー。指輪をじっくり見てみるとするか。アンドバリの野郎がくたばる前に魔法をかけたかもしれねえ。魔法の指輪なの？ドワーフと魔法の宝石っていや、便所とクソみてえなもんだ。切っても切れねえ。うえ、その話はもういいや。じゃあ終わりかな。よし、じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。こうやってね、サイドクエスト結構いっぱいあるみたいなんで、まあ、ちょくちょくやっていこうかと思うんですけれども、とりあえず前回じゃねえや、次回ですね、魔女の家にこの星のね、いつまで生首つってくのちょっとあれなんで、これを持って行って話を進めていきたいと思います。じゃあここまでご視聴ありがとうございました。語りは私高2でお送りいたしました。よろしければ次回もご視聴のほどよろしくお願いいたします。それじゃあさようなら、バイバーイ。